俳優杉咲花が主演を務めるカンテレフジテレビ系月10ドラマ「アンネットある脳外科医の日記」4月15日スタート。毎週月曜あと10時の初回ゲストとして風間俊介、中村江里子の出演が発表された。講談社モーニングで連載中の同名漫画を実写化。記憶障害の脳外科医川内雅、杉咲が目の前の患者を全力で救い、自分自身も再生していく姿を描く新たな医療ヒューマンドラマが幕を開ける。